おはようございます。びっくり、今日から朝の体操に鳥みたいなあの恐竜がいるようです。今日から朝の体操にキャップさんが参加します。キャップ、いなかったもんね。よっしゃ、あ、いえ、じゃあ電線危なくない？キタヌドン、電線大丈夫？素晴らしい今日が来た踊ってないじゃん。次だ、みんなで体操、深呼吸、ぐるりと。あ、すげえ動いてもらった。回るんだ。さあ、今日元気に体操して。では、いただきます。いただきます。唐揚げ？アスカの唐揚げなの？さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そうだ、あの浴場のみんなを決めないとね。来てるぞ。新鮮なのクランテル、洋クリュー、ハートマーク、恐怖の機材のやつで出した。名前じゃないじゃんこれ。名前だけど、これするか。恐怖の巨大鳥は実在した。名前じゃないけどね。こうして無事翼竜のニックネームが決まったよ。はい。あ、勝手に動いてるよ。お、山田もっと。どうした？おはようしの隙間暇？ほら一生懸命作るぞ。なんだ？それは今暇じゃなくて、なんだ？何それ？今は暇じゃなんだ？いや、わかんない。手前暇、よくわかったな、もっとちゃん。悪野さんちに電票持ってくるんだけど、散歩があったら一緒に来る？悪野さんってのは悪野博士。うん。たくさんの国に散歩とはこれからやぞ。うまいね。うまい！その1枚。じゃあ私の後をついておいで。最初はこの人がやってる。新聞社前でもしますね。はーい。じゃあ新聞社行くか。先に見せられた時の話してこい。こっちから新聞社行けるけどね。この食堂ビニングがいると忘れてるぞ。え、それうちにな、見せなくなるかな、やっぱ。ジローが、ジローや。ジローだっけ？ジローか。ジローが言ってたら見せなくなるかな。誰も返すことないぞ。そうだね。いや、しんちゃん、落ちてないように忘れないんですね。何するか、ちょっと待って、そうだね。はい。何するんだ今回は。掲示板こっちね。ゆゆこおばちゃん！トマト3個。しんちゃん！山梅3匹。山梅か。トマト3個ね。オッケーオッケー。今、モットーじゃん、買えないから、後で買いに行くか。店で行っても買えないよね、多分今。しろー。白の顔にクレーンで眉毛を描いたら、面白そうだぞ。あっ！かわいそう。それで、動いちゃう。コントローラー勝手に動いちゃう。お姉さん、今日は二人の仕事しないの？いつもしてないじゃん。うん、今週休みなの。二人の仕事は来週からするからね。来週もいないじゃん、しんちゃん。でも、博士がなんか閉じ込めてたもんな、夏休み。それよくわかんないんだよね。もうやめために行ってみた？そうそうそう。高速でね、受かるやめためなんだ。でも会うもん、確かに。うちには出てっていうの？ほら、専用バス行ってるぞ。ミスラルの自転車の後ろでしょ。ある意味専用だけど。驚いたわ。専用バスなんて意外セーブなのね。どの子？ガハハハハハハ。恐竜と一緒に走り回って遊んできた。古代人もこうやって恐竜と遊んでたかな。古代人、人間いないでしょ、恐竜の時代は。あれ、古代人が来たのと何時代に恐竜見たんだっけ？わかんないや。なんか本当中学生か？どうしよう。こっちから行くか。虫も捕まえたいな。ええ、
ちゃう。あ、そう、このくらいの気になるんだよね。前なかったよね。調べられないか。あ、星二つになってる。星二つだったよね。星二つなんだ。どんどん新聞社がパワーアップしてるね。キャップ飛行機じゃねえや。車買ったのかな。サルビアの花。花あぶ。あ、いいじゃん、あそこに。なかなかもっと。新聞はいいか、それで。しんのすけ。はーい。来た来た、こっち。来たぜ。ちょっと前までは工事現場に取れなかったけど、それはもう知ってるぞ。恐竜が柵を壊して取れなかったんだ。あ、恐竜のせいなんだ、やっぱ。いいのかな、ついちゃって。あ、後ろの壁じゃ恐竜になっちゃうかもしれないから。注意注意して、前踏まれたもんね。行くか。ここ綺麗だよね、川が。葉っぱ花も売ってるしね。こことても綺麗でしょ。何度かっていうのものが水の中に出てるの。梅蘭というか名前じゃなんとか。すごい名前だぞ。いや、何なのか、もう思い出せないだけなんですよね。綺麗だなぁ。足だけ入りたいなぁ、この川。あ、こういうのしか見ないからね。ついつい。何でも良いなぁ、思ってた。よし、じゃあついてきてるのかな。あ、黒髪農園。あ、野菜、あ、育ってんじゃん。なんか葉っぱ出てるね。育ちが早い。ここはヨシコちゃんの家がやってる農園なの。やっぱヨシコちゃんの農園なんだね。女子大生のヨシコ姉さん。そうよ、さっき新聞社されてるヨシコちゃん。この辺は使ってない畑だから使っていくちゃんっていうの。畑仕事やってみる。それとはが、あの関の姉さんと私の時になるチャンス。あ、今キラキラしてる。そうかもね。ブリブリーブリブリー。よかったね。新之助けた仕事そのものにはまた来てそうね。ふぅ、よしこ姉さん。それでも彼女に対するこういう熱烈な好奇心と私に対するこいつはどれもいいや。目つぶしに持ってこい。な感じで違いは一度かもやってきました。もっとちゃんも可愛いと思うけどね。で、次はアクロさんの人気記事だよね。ちゃんと追いかけてくるんだよ。はーい。水あげるか。これも収穫できるもんね。まだ収穫ができないのかな。まあ、やってないからなるか。ふふーい。こんな雑にやってんのによく育つな。ふふーい。よし。ふふーい。ほーい。で、こっちか。博士のいるところはこっちね。よし。あ、待って。右の、木に止まってるのって、幻の巨大生物は実在したじゃないの？テテラドン。行ってみるか。あ、博士いいんじゃん。テテラドン、あ、奥に恐竜見るな。なんだっけ。特殊ゲージ23号か。地球博士に入ってるか。おにぎり食べてるの？牛乳ですね、そうやって。我が輩の研究は、古代から伝承と最新の科学を融合させた発明品を作ることである。古代九州の卑弥呼伝承と考えたら、卑弥呼かな。タイムシンと恐竜だ。素晴らしい。だけ？博士家にいなくていいの、研究所に。あそこ住んでるのかな、研究所に。さっきの自画自賛ではないぞ。自画自賛でどんないぞ。自画自賛。多分、花と返すじゃん。あ、塗ってくれるんだ。
わあ、密着だよね。怖いな。3つ見てる。3つ見てる。怖い。怖い。調べる。興味の機材で実践したわ。おやつが来てみたいな。おやつ。おやつタイムご案内。今日の経験は実在したに、フェイスナックでいいの？フェイスナックでいいの？次の作品はず。これだけなので、ユニアグラでもやってみてください。へぇー。そんで来るかな？それは、今日の経験で実在したに会えないのに、今の対策が。名前見せたら、違う名前すればよかったな。しかし、今、カイスナック持ってません。ないか。カイスナック大量に買っとこうかな、今度。博士はそこに行ってもいいのかな？もっとちゃん置いてきた。博士あっちにいたけど。どうしたの？今日は大事な伝票持ってきたんだけど。悪魔さんいなかった。メンチいたけど。で、どこにいるんだろう。先日のそれ少ない？いましたけど、そこに。見つけてくれたら、そこに2個プレゼント。やった。簡単じゃん、こんなの。さて、悪魔博士を探すことになったしんのすけ。先にこっち来るって言ったかな。博士は一体どこにいるのでしょうか。やってみたけど。博士さん、どこ行ったのかしら。いたけど、ちょっと行くか。あ、待って。イエーイ！よし。見上がった。あ、この植物なんじゃん。うぇー！ほうみ。ふいふい。よし。こっちだよね。こっちにいるけど、移動してんのかな。あ、いいんじゃん、まだ。博士、おにぎり食べてる場合じゃないよ。悪の博士を大発見。大発見。無事に見つけることができました。先に知ったからな。座るんだ。もっとじゃ飲めなくていいの？ええい！あ、来た来た。しんのすけ、お手柄。やってみつけた、くのさん。ん、どうしたんだ？今日、普通の燃費持ってきて言ったでしょ。あ、いかん。忘れてました。もうおじいちゃんだから、くのさん。博士おじいちゃんだから、忘れっぽいんだよ。もうほんと忘れっぽいんだから。注意注意。注意注意を口伝えたかな、もちろん。はい、僕すごい。7トンの電気、7トン！すごい。ロールケーキ？あ、もう食べられる？ロールケーキ食べたいな。牧草ロールは牛などの餌なので、人間は多分食べられません。でしょうね。草は食べないからね。大事な草に走っちゃって。さて、ここで問題です。はい。牧草の後ね、気合いです。何しろ？突撃ゲージ23号は、推定対象23番。突撃ゲージ23号、高瀬も言っちゃってるんだ。いいんだ、死ぬ月が、好きな、名前で。死ぬ月3じゃ辛い。あと2名。突撃仕様が前30キロになることからすると、突撃すると、突撃ゲージ23号は、前射程1トン食べる。7週間分か。7週間分 ?7 週間分か。1週間。7トン、つまり7000キロで1週間。しかも、今日のキレイズで実在したからです。あ、いいんだ、その名前で。うわぁ、怖い。食べられそう、人間。ハイスナックでいいわけないじゃん、このぶっかりは。しんのすけは、博士を見つけたご褒美に、おいしいチョコビをもらいます。チョコビ。牧草ロールじゃなくてよかったね。わかった。チョコビ手に入れた。ありがとう。お。それはこの扉の中、どなたが気になるの？開けてくれるんですか？ちょっと気になってたもんね、ずっと。なんかなって。時々、高慢写真作たちがたくさん集まってみたいだよ。名前のモットーはスーパーマスで終了。終わりか。うえ？あれ？なんかいるよ。これはあれじゃないか？マサオくんじゃないか？なんだ？まさきくんかな？おにぎり。こんにちは。僕はロボット。ロボットなの？マサヤ。マサヤくんロボットなの？おにぎりって言わないで。もうちょっとおにぎりって。何ロボットなの？僕は
ロボットが好きなんだ、うん、だから僕もロボットなんだ。ちょっと意味わかんない、ちょっと言ってみわかんない、ちょっとよくわかんない。どう見てもおにぎりだぞ。おにぎりって言わないで。マサヤくん、リアルママごととか付き合わされてるのかな、ケイちゃんに。僕らはここに集まって共有バトル進んでるんだ。共有バトルなんだ、メシバトルじゃなくて。そういえばチョコビ買った、ついてきたカード、共有カードを使うのかな。ここに気になる。イエーイ、いやーん。ほら、共有と戦うのはいいだぞ。戦わせるのは博士が作ってくれたバトルロボットよ。博士で作ってくれたんだ。本物たちよくよ、そういう迫力なんだ。博士って悪の博士？そう、僕はロボットが好きだから悪の博士が好きなんだ。へー、あの人世界を救うヒーローだよ。もう子供にロボット作ってあげてるのは優しいね。そういう一面もあるんだ、博士。なんで子供にロボットを作ってくれるの？もしかして後で高額の請求が合いそう。ロボットをくれる理由は博士の僕が大好きだからなんだ。なんか合いそうなのだが、その単純かな、博士。それが僕の友達が好きになって、おにぎりが？さっきおにぎり食べてたもんね、博士。おにぎり好きなのかな、博士。よくわからないけどね。あ、君の名前は？俺はしんのすけ。僕はマサヤ。マサキくんじゃなかったね。マサヤくん。よろしくね。もし共有とやってみたかったら、真ん中ダメ箱してみてね。みんな集まってくるよ。おー。みんなって誰？カズマくんかな。しんちゃん。はい。僕よければ共有とかさせてあげるよ。じゃあ教えて。共有、共有のこと。あ、やれるんだ。23号。突撃エリン23号は体力からの攻撃力が弱いんだ。不思議だよね。突撃エリン23号を使うときはアイゴレットが存在してたよ。アイゴレット。うん、わかんないな。恐怖のゲートを実現した。体力弱いのに攻撃が強いんだ。あ、恐竜と違うんだね。やっぱ。恐怖のゲートを実現したを打席は変態者の参考にして、変化するとは急須に実現したよ。やってみるとわかんないな、この辺は。カードのこと。恐竜カードを使って恐竜強くさせることができるんだ。どちらが自分の前にどういう戦いをしなきゃいけないんで、恐竜カードを切り締めすると直後に買うか、新聞社キャプチャーの土地をすればもらえるよ。じゃあ、スペシャルウザ。結構奥が深そうだな。スペシャルウザは技のゲージにエネルギーを溜めたせいなんだ。初めて溜めるエネルギーの量が違うから考えて使えないことだよ。じゃあ、ゲージを溜めるには、ゲージをうまく溜める方法のこと。何のジャンキングによって溜めるエネルギーの量が悪い条件なんだね。そこに注意してね。大会前の大会。恐竜バトル大会は毎週1回ずつ行われてたよ。4人で戦って勝った際、4人。4人いるんだ。大会には何でも一つできるから、自動的には諦めない大切だよ。なるほどね。じゃあ、また今度。しんちゃん！ああ、いいです。じゃあ先に、先に、チョコビもらったってことは、あ、待って、共有カードもらえないんだ。共有カードもらえなそうですね。チョコビだけもらったんだ。共有カードもくれないんだ。それは悲しいな。まあいいや。よし、やってみるか。共有カード参加します。おきねちゃん、かつねまくん、おやらこも来んの？中学生幼稚園児の遊びに参加するんだ。いいね。一応、保護者というか、なんだろう、なんていうの？責任者なのかな？やらこは。みんなどっかやったことあるしみたいですな。坊ちゃんは？坊ちゃんいないの？坊ちゃんの。ぶーちゃんだかばあちゃんだか知らないけど。そうなんだ。どんな友達なの？お前たちみんなでカスカビを応援してるんだぞ。合言葉は、カスカビバザーファイヤー。僕もアスの夢を待ってんだ、カズマくん。じゃあ、合言葉は、アスを防衛隊ファイヤー。あ、いいね。ファイヤー。というわけで、アスを防衛隊のみんな、こう戦わせているのは、それだけ戦ったことなんだ。壊しちゃって大変だわ。慎重に扱わなきゃ。壊れることだったのかな。あ、対戦相手、次に23分弱い。2
の嫌い恐怖の嫌いを説明した。なるほど。まずは弱いかっていうか、あ、選べるね、これで。どうしよう。突撃で2時3号をどうして当たってみるか。あ、これカードか。AC は50アップ。空気40アップ。全国20アップ。どうしよう。どうしよう。どうする?HP、いや、知ったんやけどな。これ死ぬか。出発、お進行。出発、進行。よし、行くぜ。アストスタジアム。バトルスタート。なってるね。じゃあ、スペシャル上回って使えない。4名ヘッドスイング25も上に取れるんだ。いざ勝負。うわ、負けた。負け。うわ、一面を切った。頑張れ。やりますね。うわ、なんじゃ、結構勝つな。ヒントチャンスです。ヒントチャンスです。これにするよ。カーディ君、本当心理戦か、これ。うん、次で死ぬか。いざ勝負。心理戦じゃないの。あ、そっちも怖いんだ。勝った。いけ。おぉ。これ、ロボットのすごいね、背景とかも本物っぽいじゃん。どれにしますかね。どうしよう。ストーンピング。さあ。あ、強い。強い。弱いのに強い。うわぁ。勝てるかな、これ。ヒントチャンスです。これにするよ。次で行く。オッケー。どれにしますかね。ブンブンヘッドスイング行こう。あ、強さが高い分チャージは少なくて、強さが弱い分チャージが下がりやすいね。で、次でも行け。次で行くんだ。いざ勝負。よし。HP を増やした方がいいのかもしれないね。どれにしますかね。じゃあ、スペシャルは死ぬ。いざ勝負。よし、勝ち。勝ったんじゃない。花一大半。花一大半。進め。おお、すげえ。勝ったんじゃない。勝ったー。逆転してないです。トミの次、キックを取り勝利した。ノックアウト。勝った。しんのすけに、もしやろう。勝ちました。お見事、しんのすけの勝利です。勝った。弱いだからね。ウィンちゃってるね。じゃあ、ついてるか。よし、攻撃力アップがいいのか。 HP 補充の方がいいかもしれないな。あ、どうしよう。今勝ったからこっちで行ってみるか。出発、おしんくん。次に3号バトルスタート。ふうふう、いざ勝負。強い。これだと AI が勝つにするのかな。またやりますね。やりますな。ヒントチャンスです。これにするよ。今から使わずつけるのに。今は続けないんですか。何すんの。いざ勝負。よし、勝った。勝ち。でもウェイクアップアーですもんね。じゃあいけー。よし、どれにしますかね。もう一回。いざ勝負。オッケーオッケーオッケー。勝ち。いいよ。ほい。ヒントチャンスです。これにするよ。あ、もう一回これか。どうしよう。スペシャル使える。スペシャル使うか。いざ勝負。ちょっとね、勝ち。いけ。花一大半。進め。ほい。さっきで知っていけるかな。53。よしよし。今初期だったよね。じゃあ、いざ勝負。
オッケー、勝った。強い。えい。勝ちました。負けちゃった。トムシキックで取りました。ノックアウト。ノックアウト。チームスキン、マスターよ。お見事、しんのすけの勝利です。対戦相手三人しかいないのかな、まだ。キネちゃん、キネちゃんとカズノ君まだ参加してないのかな。こうやってみるか。どうしよう。相手も巨大鳥にするなら、待って、でも巨大鳥の方が強いじゃん。こうしよう。今日の巨大鳥絶対したでしょ。で、どこにしよう。出発、おしんこ。よし、今日の巨大鳥絶対した。行こう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 。バトルスタート。あ、HP が高いやつ。あ、でもカード使ってんのかな、なんか。じゃあどうしよう。変身結果勝負。あー強い。負け。よく言ってるよね、ロボットさん。どう見てるんだろう。もう一回リザーでしょ。キングチャンス来ないな。うわー、マジか。初期強い強い。ヒントチャンスです。これにしよっと。使う次も使う。大丈夫か。ちょっと初期ばっかりだから。確かに3連続初期はないでしょ。うっそー。じゃあ、これですよ。勝負。勝ち。よし。行け。オッケー、オッケー、オッケー。やるね。無理にしますかね。で、じゃあ行こう。いざ勝負。よし。で、うわあ、アイコスなの？アイコルート。ルーレット。はい。オッケー、オッケー、オッケー。もう一度来た。勝った。これ勝ちなんだ。フライング勝った。フライング勝った。ドーン。おお、かっこいい。すいません。それはやだ。なんかヒントチャンスです。よし、これにしよっと。次、本当？と全然しない。じゃあ、どうでしょうね。いざ勝負。オッケーオッケーオッケー。勝ち。最初はヒント通りになるのかな。だんだん強いの出てきたらさ、絶対ヒントチャンスで思い浮かべてみると違うの出してきそうだよね。強い。敗北を知りたい。勝ちました。なんかこの顔面白いね。お見事、しんのすけの勝利です。これでも今日戦うなぜに倒してるね。 OK、 しんちゃん。はい、カチとやめちゃうなんてすごいね。いや、みんなが弱いだけだって。じゃあここにて解散。アッソ防衛隊ファイヤー。ファイヤー。ボーちゃんは？ボーちゃんは？うん、いなかったか。まだ午前中だね。じゃあちょっとお使いするか。はい、ふんふん。そう。これは水なこみアマゴ。うらら、これにするぞ。何やってんの？ここにか。サンキュー。いいね。いただきマンモス。アマゴか。どこにするんだ。水なこみ。シナブスだったんだ。大変だね。よし。で、先に銀河のとこ行くか。ふふい。人間九班です。そうそう、これ大事だよ。これ写真だっていい。これメモしていい。しんのすけ殿。まっはっはっは。なになに。はい、これちょっとメモ代わりに写真撮るわ。いいよね。
思い出ないと思い出ないけど、もし買い間違いしたら嫌だからな。よし、待って待って、ちょっと待って。 OK、 来た。ちょっと待ってね。来た、よかったよかった。 OK、 よし、 OK、 OK。じゃあ、あと、なんだっけ、トマトの3倍するんだっけ。収穫できればいいんだっけ。まあ、収穫できないからね。ほら、カラスが来たぞ。どうやってカラスになったんだブン。拙者は上の中に見てたぞ。最初から人間でなんだ。なおとしたものない。カレー屋の話なんですけど。またのお越しを、お待ちしておるぞ。はい、お金は今、860円あるからね。すいません、行きたい。よし、よりどりみどり、どれにする。まずは、ハヤスだか、とった好きに、というかトマトを3個買って、これでいい。トマト3個買って、で、ちょっと待って、写真撮ったのが人参を9本、人参を、これでいい。はい、大人参を、これでいい。で、熟トマトを、熟トマト、熟トマトを、これでいい。はい、で、赤唐を、赤唐辛子を7個、これでいい。はい、じゃあ、また来てね。待って、返しなく、返しなく買ってこう。で、何をしに来たの。返すのくさんぐらい買ったかい。これでいい。じゃあ、またバイビー。バイビー。日記も書いておくか。綺麗ななんとか、みんなが咲いていた。綺麗ななんとか、みんなが出ていた。まだ歌を歌ってみたい。いい表現するじゃん。よしこの夢見つけ、呼び捨てなんだ。よしこの夢見つけたよ。お仕事きないでチャーンス。こうしよう。くだりから電車最新の科学。アクナカさんの研究は電車を最新学の爪を作ること。アクナカさんの研究は電車を最新学のおにぎり食べること。おにぎり好きなんだ、やっぱ共同生活たくさん食べるんだ。センキューってタイミングだね。よしよ、ロボット大好きマサヤくん、遊びはバナナの話しそうだな。ロボット大好きマサヤくん、おにぎりにできるおにぎりって言わないよ。俺は呼ぶぞ。初めての共同生活やってみる。うまくやって勝てるかわからない。これか、結構あったな。新名所行きたいね。後ろ、マジでしょ。ここは水菜だね。水菜とアナゴか。水泳したいね。銀河、ふふい、しんのすけ殿、チョコ材な、チョコ材な、うららこれにするぞ。はい、29、で、早速、24、お手柱、かたじけない。はい、460円、もうすぐ体験持ってね。良き塩梅。交換室内で頭の答えがあるぞ。あ、おしげつ止めててござる。悩ましくないことに、何度も止めないよ。ボーナス、ボーナス、よし、じゃあ行くか。ボーナス前に、待って、違う違う、これうん、そう、よし、水だとアマゴが多分釣りだと思うから、こっち行ってみるか。うん、よしよし、うん、いったんだ。あー、ちょっと来た。釣りするか。ヤマメも頼まれてたもんね。はいはいはい、来た、行けー、イエーイ。
どんこ、あ、飲めるんじゃないのか。はい、来た、オッケー、イエーイ。どんこしか釣れないな、ヤマメが釣れない。あ、釣れないの、こう。どうやる、釣れないか。イエーイ、面白そう。ふんふん、もうちょっと、ちょっと釣れていけないか。水が入ってないかな。これは、イエーイ、水だか。ふんふん、水が出れた。ふふい、あ、そうか、これ水のまま取れたね。さあ、ちょっと止めてます、しんのすけ。あ、ポイントを、これにするぞ。私更新してからの方がよかったかな。サンキュー。もったいないね、5ポイント貯まったら食い越せないと思うんだよね。いててきマンモス。よし、ふふ。じゃあ帰るか。よし、ショートカットにしないけど、こっちも前スポーツ、あ、生えてるね。ふいふい、ゴミ、ふふい、ゴミ、イエーイ、あ、行きましょう。あら、あ、あ、むずい。よし、ふいふい、あげはちょう、あげはちょう、いっぱい捕まえんな。一度ミサイルのこと見てみて、今日前から出まかはめてみて、隙間も生きてるぞ。ふんえん、飛び出すだよ。リズできない、まだダメか。リズできそうだけどね。どこ行った、どこ行った、ふふい、もう社長。よし、さあ、あ、あ、よいしょ。お菓子食べるか。おにぎり1個あんだよね。あ、スナック食べるか。 OK、 回復回復した。こっちってまだ行けないの。おやおや、あ、だめなんだ。ここに歯医者さんの看板が。看板どかさないといけないのかな。しんのすけは歯医者さんが大嫌い、怖くてここを通れない。しんのすけなら物おじしなさそうだけどね。ふんふん、正義を見つだち。さあ、喜ばちゃんにみさえ、おばちゃん、陽子おばちゃんって結婚してないんだよね、多分。キャップお父さんだもんね。結婚してないのかな。結構綺麗だし、顔に違いそうだけどね。ここで気になるお使いの評価を聞いてみましょう、はい、お使いを一つ終えると星が一つ増える仕組みです。現在星は5つ以上。最高、すごいね、頑張ってる。嬉しい。ヨヨコちゃんからボーナスのお小遣いが出ました。ありがとうございます。ありがとうございます。200円。よし、トイレ入るか。トイレって入る意味ないと思うけど、なんか入りたくなっちゃうよね、この音が来たくて。よし、でヨヨコおばちゃん、しんちゃん、ちょっとサボタン持ってきたからね。あ、俺らこれにするぞ、ね、スタンプカードいいんだ。下に、トマトさん、おや、
お使いちゃんとできたね。はい、来ました。いただきマンモス。いただきマンモス。はい、山口行きたいな。新武士行くか。ゴーゴー。これ使うか。あ、動かせちゃった。これじゃあやってるよね。キャップいるよね。あ、いるいる。夕方の新武士もいいな。しぼしぼしぼぼ。今日はどんな記事ができた？見て見て。なかなかの記事だ。いいね、素晴らしい。マスヤ君は静岡なんだ。かわいそう。よし。新名月さん一人新曲作曲中に。ああ、もう見てないか。ありがとうございます。誰もが面白い記事を求めている。新之助君も我が新聞社の発展のため頑張ってくれたまえ。頑張ります。というか、あ、アスト子供新聞になってる。川新聞から流行クオリバーサルって何？博士の研究が判明。博士さん、巨大生物の大物に宿よく。よし。で、よしこお兄さんに話聞きたい。アコナクスのことを少しだけ調べてたんだけど、アンシュさん、なんかすごいわね。マジオカ上的に絵を作り出すなんて。人工知能作ったのかしら。あ、もう手伝わないの。何これは。それは人工知能になったんだ。最近の、最近の男は知らないし、しんちゃん。今、新聞社の状況はこんな感じ。215人。新聞が大躍進。売り上げがすっごい伸びてるよ。大活躍だね、しんちゃん。ありがとう。あ、線こうやってね。はい、終わります。シャツどこ行こう。どこ行く。あっちの方行ってみるか。これどうやって来るんだ。ダム、こっち行けないよね。ダム行きたいんですよね。あの破壊弾。まあいいか。魚もいない。あ、いるね。魚いない。あ、一緒。いる。いる？あ、いるわ。おいで。来た来た。よし。ほい。うんうん。どんこ。どんこ。アマゴだっけ。アマゴだっけ。あった。はい。うぇー。どんこしか釣れない。よし。あ、歯がそろそろいた。え、そんな長いの糸。剥がせー。おにぎりの手だっけ。林だと投げてみるか。林だと。うんうん。見なかった。なんだろ、いい高め。タクシーみたいな。いいね。これだけだね。よいしょ。でもなぁ。もったいないな。まあいいか。ちなみに車に思想入ってるかな。お、いけ。今日のケーブルで実在室に話しかけていただきました。すずくんの？お、すげえ。乗ったんだ、しんちゃん。すげえな。で、ここに、思想があるんだよ、ね。思想があと2、もうちょっと欲しいんだよね。
るなね。そうしいけどな。ちょっと追いしよう。あ、シロ来てた。もう夕方。うわ。どうやらシロが迎えに来てくれたようです。シロありがとうね。帰りましょう。いただきます。カレーだ。いただきます。いやー綺麗。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ほらみんなと共有食べたんだぞ。何それ。へえ、そんな店があるの知らないんだよ、こうちゃん。共有ごっこもほどほどしてるよ。なんすこの地には本物いるんだからな。確かに今日は暇じゃないんだ。いいよ。ないんだ。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから声をかけてね。はい、声かけたぞ。よし、じゃあ歯磨こう。えらい、しんちゃんえらい。ペッ、歯磨きしてよ。うせー、やっぱりこの店欲しいよね。変な人はそう思うんだけど、急いできて変なにその考えてるって。あんなが欲しい。確かに磨いた。今日もヨヨコちゃんはメロドラマを見て泣いています。今日何見てんの。一体彼女の人生に足りないものは何でしょう。寝ないだけな。はい、寝ない子ねえ、ライコって誰かに言ってもね、ヒヒコじゃないかな、さっき出てきた。とっても絶対しいよ。びっくりびっくり。何びっくりって。あんたその顔についてって何か感じるんだよ。この答え出そうだね、そうそう。彼を川から助けると、周りに仲間の恐竜たちが集まってきて、口々に彼女の長い首を褒めました。誰になって3つくらいいいところはあるものです。3ついいこといいかある。それ以来彼女はその長い首が目立つようにちょっぴり工夫して、大きな花びらや気の利いたシダ類の枝で飾るようにしたところ、ラプトルも羽毛恐竜も何も言わなくなりました。うん、エルは自分に自信が持てました。なお、これは首を長くして待ちましょうというお話ではありません。あ、違うんだ。彼女は遠い未来にプラキオサウルスと名付けられる恐竜の仲間です。どう、面白かった？もう一回読みますか？お願いします。その恐竜は女の子でした。女の子。名前はエル。エル。体の長さが人の10倍以上もあるとても大きな生き物です。若い女性らしく、手足を大きな花びらや気の利いた美しいシダ類の枝で飾っていましたが、小型恐竜ラプトルには大きすぎると怖がられ、美しい羽毛恐竜たちには地味だと言われていたのです。なんてかわいそうなエルでしょう。ある日、まだ名前のついていない哺乳類の祖先が川に落ちて溺れていたので、エルがその長い首を伸ばして彼を川から助けると、周りに仲間の恐竜たちが集まってきて、口々に彼女の長い首を褒めました。聞いたよね、
誰になって3つくらいいいところはあるものです。カズノ君知ってるかい、それ以来彼女はその長い首が目立つようにちょっぴり工夫して、大きな花びらや白きいた牛タン食べたいな、飾るようにしたところ、この地にやるんですよね。ラプトルも猛恐竜も何も言わなくなりました。とても綺麗になりましたんだけど、エルは自分に自信が持てました。そうなの、デート誘おうとしてる人って誰だろう、ジドなのかな。これは首を長くして待ちましょう。銀河するという話ではありません。あ、嬉しいな。彼女は遠い未来にイエーイテラキオサウルスと名付けられる恐竜。あ、なんかいる。光ってる。光ってる。危なかった。何これ。ミナカマキリ。オーストレスに手を出すべきだと思ってた。いない。イエーイ。危なずに。あ、ヒロシたちやってるの、そういえば。10倍以上もある、とても大きな生き物です。よし。よし。よよこ、しんちゃん。外れた、外れた。人が一枚ある。生豆釣りたいね。来たよ。この缶美味しいだろ。2、3ぐらい手抜きが多いからな。それ、一応言っていいの？カーチにつけるぞ。2、3だけ言わないで。うん、カーチに切るぞ。いいのか。博士、博士じゃねえや。キャップ、ちょっと見よったかも。見た？今日はどんな記事ができた？あ、ない。では新之助記者、よろしくお願いしますね。金ちゃんの顔がずっとね。よし、児童のとこ行くか。自動持ってきたのね。さて、クエスモンです。はい、この施設どう思う？素晴らしい。まあまあうまいし、人入ってないからな。素晴らしいよ。あの、次うまいし、分かる人がまあまあするか。そうなんだ、死ぬ好きそうなんて意外。お姉さん、この人してんだ。自分のせいに好きかもしれない。あるの減ってよ。やっぱ好きなのかな、自動の人は。このかよこさん、うわ、ずっといいけど、あれはもっと、話せるのね、そんだから。ゆっくりよ。まあ、それ、ゆっくりか。します。へい、いらっしゃい。今日はどんな用事？よし、戦略を持ってる。一人買っとくか、三回買っとく。これでいい？お、こりゃ、ほり、まいどり。で、共有カードを教える。クーカーバック。チャージアップ。欲しいっすか。いいの、欲しい。欲しみ。フィジックバック、フィジアップ。あ、欲しさん来た。SP チャージ8。よし。で、スリーヒレルできるよね。あ、銀河に会いに来てるな。アマゴイン、あの、それで。香味を持ってきた。ずんの8本、香味4本、あずの1本、OK。人が、あ、恐竜がいる。なるほど、最近、松田さんっきあたりの画像を買っては、大事件学べったようだ。その人のこともおかしいんだな。その人でござる。人間人数の泳ぎは、うずと一体感になる。またのお越しをお待ちしておるぞ。はい。ふふい。人人人さんで来るのは何人に5本。しんのすけ殿、チョコ剤だ。結構かかるな。なになに？これも写真撮るか。思い出やすいだけで超念のため写真撮ります。恐竜の人ってすごいな。
よし、OK。大丈夫ね。ボス、元気そうで大変よろしい。で、何をしに来たの？人参、お金が足りるよね。人参を12本。これでいい？はい。で、熟トマトを8個。結構お金使うな。これでいい？はい。で、大人参を5本。大人参5本。これでいい？はい。で、赤唐辛子8個。これでいい？はい。じゃあ、また来てね。バイビー。バイビー。間に合うかな、この時間。間に合った。よし、目を振る。しんのすけ殿、ありえない。ありえない、何？俺らこれにするじゃん。あ、全部持ってきたからか、びっくりした。違うの持ってきたから、ありえないって言ったかと思った。かたじけない。よし、これ崩れない。いただきマンモス。よきあんばい。よし、あ、しもうと思ってね。よくお姉ちゃんに話しけるか。うふーい。はい、間に合う？あ、もっと。おーい、そろそろ帰る時間だよ。明日もやるか。じゃあここ飲むのさ。おとなしく寝るのよ。おやすみなさい。おやすみなさい。もう5日目が終わったもんね。どうなんだ、終わらないやつ。7日間になるから日付染まないと思ったけど、住んでるっぽいからもう1週間遊べるのかな。わかんない、強くかないんだよね。おやすみなさい。というわけで、今回この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日もいい日になるといいですね。では、ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。またねー。おやすみー。